さんこんにちは、ご紹介賜りました上竹哲也でございます。昨年の総選挙に私初めて挑戦させていただきまして、大変皆様にはお世話になりました。まだ自分の意思は貫いてまいります。そして本日はこの大垣隆候補の総決起大会お招きいただきまして本当にありがとうございます。私実は昨年の総選挙を出る前、もう1年以上前です、もう大垣先生のところにちょくちょく通い詰めて、先生やりましょうよ、下野市この3町が分断したまんま、旧3町がまとまってないですよ、まとめましょうよ、話をずっとして先生にお願いしてました。やはり先ほど来皆さんおっしゃっているように人柄というものを買っていただきたい。私は10年前小垣先生とこの旧国分寺町でお目にかかって、親父からもこの人はいい人ぞ、真面目だぞ、頭もいいぞ、何より人柄がいいぞ、こういうふうに紹介を受けてお付き合いをさせていただいてます。後援会の皆様、そして幹部の皆様、本当に小垣先生の周りを取り巻く人たちは人柄がいい、私もそういうことで長年お付き合いさせていただいてます。やはり政治家ではなくて政治家というものをこの下野市から再度送り込もう、その思いであります。政治家というのは私は3つあると、こういうふうに私の師や父から教わってまいりました。一つは信念を持ってそれを貫けるか、二つ目に時代を先取る先見性があるか、三つ目は物より人を優先する人、これが政治家の三大要素だと私は教わってまいりました。ぜひともこの下野市を一体化させて、この掲げる日本一安心して暮らせる都市を目指す、ぜひこの皆さんの手でこの下野市を活性化してください。私からもお願い申し上げます。必ず勝ちましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。